トップ YouTuber のはじめ社長が知らない相手から牛糞を代引きで400キロ送りつけられ、その相手を訴えるとまでなっていましたが、私どもははじめ社長とは対極にあるトップ底辺 YouTuber の文人さんも、はじめ社長に送られた牛糞と同じ牛糞を Amazon から送ってみました。一体どんな反応だったんでしょうか。ただし、はじめ社長と同じように代引きだと貧困な文人さんは絶対に受け取らないと思うので、お金は事前に払ってあります。どうぞご覧ください。さっきね、アマゾンからね、謎のなんか荷物、全然身に覚えがないんだけど。それはないよ。こんなでかくて結構重いね。5キロ、いや10キロ、5キロ10キロ、まあわかんない、まあそれくらいあるし、間を取って 7.5 キロぐらい。なぜ間を取る、14キロあるんだよ。ねえ、なんか謎の荷物が来てね、で、あの、まあアマゾンって俺買ってないんだけど、で、しかもお届け先がね、おほははひょはは乱獲防止協会らしいんだよね。らしいんだよね、すぐ。そんな協会があるんだと思って。絶滅危惧種のあんたを保護する協会だよ。まあとりあえず、いつまでもこうやって持ってるわけにはいかないから、とりあえず開けることにします。わかる人にはわかると思うけど、文人さんって子供 AV 監督の西君にも似ているんだよね。とりあえず開けます。さあ、これ刃物はね、こう自分と反対の方向に向けて受ければ安全だから。いらねえよそんな情報。気をつけてください。なんだろうね、うなんだこれ、なにこれ、完熟だって、めっちゃ完熟。開かねえ。早く開けろよ、横も刃物で切っとけよ。うわ、くさ、なにこれ、あ、ぎゅっと圧縮、完熟牛糞堆肥、野菜畑バラの作り、ああこれすげえわ。いやー、しかもアマゾンから、え、なに、つぶつぶタイプ、これ、え、なにこれ、食べろってこと。はあ、なんでいきなり食べろってことになんだよ。食べろってことなのかな、わかんないや。ちょっとね、せっかくおこだいてきたから食べてみたいと思います。どういうしつけされたんだよ、せっかくだからうちのクソを食べるってよ。うわ、くそ、やっぱくそいわ。ちょっとなんでさっき袋入ってるんで臭い匂いがしてきたのかな、穴開いてんのかな。そりゃクソだからクソ臭いさ。水を吸うとね、膨らむらしいからね、たくさん食いたい人はたくさん食うといいんだけど。コーフレーク感覚かよ。あ、でもペレット、あ、くさ、こうペレット状、見て、ペレット状だよ。この一応化粧品見せる時のやり方で見るとこうか、こう。いや、画面に映ってねえよ。手相見せてどうすんだよ。相変わらずドジだな、この野郎。あ、こうか、はい。これが化粧品映す時によく見えるでしょ。でね、ペレット状で、じゃあちょっとね。一気に食ったな、おい。ためらえよ。ん、あ、歯にくっついちゃって。歯にくっつくって、ハイチュウみたいになったのね。いや、そりゃそんな顔になるさ。だって牛のクソだからね。あ、これ飲み込んじゃいけないやつだ、やべえ。いや、食ってもダメなやつだ。なんだこの叫び声は。おほはって、うわ、これ土じゃねえかよ、これ。土じゃなくてクソ。というわけでね、これ皆さん、これ牛糞はね、食い物じゃないんで、畑とかそういうとこに撒いて使ってください。あんただけだよ、まず口に入れて食べ物かどうか確認すんのはよ。まさかいきなり開封してクソを食うなんて思いもよりませんでした。ということで、文人さんに電話をしてみました。文人さん、はい、はいはい。で、聞きたいんですけども、まず最初にね、なぜ食べたんですか。そこですよ。いや、いただいたものはやっぱ食べないと、ちょっと失礼に値するんじゃないかなと。牛糞ですよ。牛糞ですよ。書いてあったじゃないですか、牛糞って。書いてありましたけど、いや、もう、なんとなく牛糞が送られてきた以降、もう食べるしかもう頭に思い浮かばなくて、これ。それあれじゃないですか、うんこ投げつけたり、自分のうんこ食べたりする、チンパンジーじゃないですか、もろに。習性が。そうだ、なんか本能的にこれは食わなきゃいけないっていう。出ちゃいました、それが。出ちゃいましたね、はい。ガムじゃないんですよ、あれ、普通に。牛糞の味は、はい、どうでした、率直な感想。ぶっちゃけ無味ですね。ちょっと香ばしいかなって気がするけど、無味、うん、無味ですね、うん。なんか変な苦いとか辛いとかしょっぱいとか甘いとかないですね。ないのか。牛糞はリピートありですか、なしですか、食べるの。いやー、うん、自分ではないと思うけど、また牛糞が目の前に来たらしちゃう可能性高いですね、リピート。いや、とりあえず
切ったら、あ、口に入れちゃう可能性があるかもしれない。無意識に。素敵な牛糞ありがとうございました。素敵な牛糞ありがとうございました。ということでね、文人さんを見かけたら、目の前にね、牛糞をかざしてみてくださいね。文人さんはね、本能で、牛糞をパクってね、食べちゃうそうですよ。で、文人さんはね、あの、送られてきた牛糞、庭に撒いて何かを栽培されるそうです。にしてもこの写真、北朝鮮色が強すぎんですよね、毎回ね、思うんですけども。貧困すぎんですよね、この写真が。いつの時代なんですか、この写真。本当にもう、ランニング姿で、クワなんか持っちゃったりなんかして、この、しかもこの表情、この表情だよ、本当にもう、そんだけ。